筑波科学万博は今日終わりました。全入場者数23,806人でした。今のお気持ちは？もうこの6ヶ月やっぱり始まりがあれば終わりがあるということを今しみじみ感じます。おかげさまでね、もう目標達成、本当にほっとしました。これもすべてね、今までご支援いただいた皆さん方のおかげなんですが、ただね、まだ少し仕事が残ってましてね、本当にホッとするのはもう少し先ですね。万博最後もお別れセールで200円で売っております。いかがですか？どうですか？もうゴリゴリですね、はい。もうやりたくないですよ、早く終わって家に帰りたいです。一番困ったことはまだ富士山見てないです。まだ富士山見てないんです。 Expo 85 is soon over. How do you feel now? I feel a little sad. I would like, as I said before, that this exhibition goes through. 職を失いますので、放浪の旅にでも出たい気持ちです。あなたは？私もやはり再就職を探します。例えば？永久就職先ないでしょうか？This is it, Japan! Would you please welcome the Kenny Loggins Band! ご覧のように今日の最終日、夜になってもね、会場は最後の盛り上がりを見せているんですが、山本さん、あなたはこの博覧会ステージの司会にリポーターにと半年間随分動き回りましたね。どんな184日間でしたか、あなたにとって？そうですね、私にとってこんなに短く感じた半年はありませんでした。筑波おろしの中で始まって春夏秋と季節はちゃんと巡ったんですけど。ではその科学万博の184日間、皆さんとこれから見ていきましょう。さあ、半年前のこの日、寒い日でした。3月17日、科学万博一般公開が始まったんです。この日の開門前9時の段階ですけれども、それぞれのゲートにたくさんの人々が並びました。ご覧の通りですね、その数36,000人、もちろん徹夜組も見ました。寒い筑波でしたけれども、熱気あふれてのスタートでした。私驚いたんですけどね、今回はどこのパビリオンを見たいかっていうのを、もう開幕前からね、皆さんちゃんと取材して会場にいらしてるんですね。何時間ぐらい待ってます？まあ、ざっと3時間。あ、そう、うん、最初にどこ行きたいですか、パビリオンは？最初に NEC がいいけど、一番近いところがいいや。一番近いところね。どちらからいらっしゃいました？下田です。静岡県の下田です。昨日から出てこられた？ゆうべ12時に出まして、夜中6時間ぐらい。え6時間ぐらい6時間、どちらから見えました？東京からです。一番ご覧になりたいのはどんなところですか？子供がいるから、子供館の方です。この科学万博、スタートの段階から難しいいくつかの課題を抱えていました。基本計画がまとまったのが昭和53年でした。時代はすでに低成長化で、国民の心もお祭り気分から遠のいていました。しかも大阪万博のような一般博覧会と違いましてね、この特別博覧会というのは過去成功した例が極めて少なかったんですね。さらに今回テーマがちょっと難しい科学技術ということで、どこまでお客さんを集められるのか危ぶむ声も出ていましたけれども、それだけに初日のこの筑波の熱気に博覧会協会はほっと胸をなでおろしました。
今回のこの科学万博の売り物は映像とロボットと音というふうに言われてましたね、はい、まあ、私もほとんど見て回りましたけれども、前評判通り この映像の迫力正直圧倒されました、いろいろに工夫してましたけどみんなとても綺麗でしたね。そうですね、コンピューターを駆使した映像とかね、最新技術を使ったより大きなスクリーン、はい、テーマもいろいろ身近なものから宇宙やそれからミクロの世界に入っていくものまでいろいろありましたね。これは、水のスクリーンになっているところに映像が映るという、さまざまなこうした部門での実験を私たちも目の当たりにできるっていう、そういう感動はありましたよ、そして映像とともにこの科学万博の人気を分けたのはロボットでした。可愛いロボットですよね、可愛いロボット、力持ちのロボット、いろいろ登場しましたね。ロボットだけではなくてこの各会場で、はい、今もね見えていますけど、この照明にもねいろんな工夫が凝らされてましたね。そうですね、あのロボットの動きのこうテンポですとかスピード感を表すのにこの照明が随分手助けしてました、さあこれも大きいロボットでした。この両方の手でね、このバーベル、これ200キロあるんですけどもね、このバーベル上げるのが難しい技術だというふうに言われてますね。バランス取るの大変ですよ ね。これはお辞儀するロボット、これも可愛かったですねそれから刀の先をこう熊を渡すねロボットだとか、それからまもなく演奏ロボットでも出てきますけどもね、開会式の日にね、これ3月16日でしたけれども、はい、N 響とロボットの合同演奏会がありましたね、あの式の富山雄三さんが N 響のメンバーよりもそのロボットの画面の方をね、しきりに見ながらあのタクトを振ってらしたのが私とっても印象的でした、まあ、演奏家としてはロボットの方がまだ後輩ですからね式の方も気を使うことがまだ多いんでしょう。でも本当に立派なロボットになってますね。筑波科学万博は1970年、大阪の日本万国博、そして1975年、沖縄海洋博に続く日本では3番目の国際博覧会。テーマは人間居住環境と科学技術。およそ100ヘクタールの敷地に6500億の費用をかけて科学の粋を集めた夢の国が出現しました。しかしこの科学の粋を集めた夢の国も押し寄せる群衆には勝てませんでした。待ち時間は5時間となっております。他の会員をお待ちください。ただいま富士国領館大変混んでおります。他の会員をお待ちください。人気パビリオンは会期が進むにつれてさらに話題を呼んで行列は長くなる一方でした。回っててどうですか。いやーんと矛盾してるように感じますね。これだけ科学の生態を集めたものなのに、今母も言ってたんですけど終戦当時みたいだなんか言って、もうこんなさ発達したとこだからもっとツッツクツッツクねいいもの見せてくれんだと思ったらとんでもない、こんな並んでからさ券もらうのに2時間だって言うんでしょ。それからまたあんた2時間待って見るんじゃね、あんた1日に1本か半分しか見れないじゃん。始まったばかりの科学万博にとって今年の春の異常気象は思わぬ伏兵となりました。最初のうちハンデをしたように1日おきに雨が降ってましたもんね、この雨と寒さのために入場者数はすっかり落ち込んでしまいました。そして先端技術を集めたはずの会場内の設備が意外に自然現象の変化に脆いという思わぬ結果を招いてしまいました。第3ライトがただいま準備中のため運転を中止しておりますのでご了承ください。その間こちらのパビリオンの中で映像展示をお楽しみくださるようお願い申し上げます。まいったもんだ。これ血管だらけじゃんここ。楽しいなんだよ。楽しいなんねえよ本当に。
従来は人間の手でチケットをもいだり入場者の数を数えてたんですが、ここにも光センサーが登場しましたね、ところがこの光センサー敏感すぎて、入場者が後ろの方に振る手やバックまで退場とカウントしてしまい、入場者の数が分からなくなってしまうっていうことも起きました。これは明らかにカウントミスと考えられます。おそらくバックとかなんか持って手を振ったとき、おそらく逆方向に動きますんで、そういうカウントミスが十分考えられると思います。一部非常に混んでるとか食べ物が高いとかっていうのは古代に、正確でない情報がですね、報道された嫌いがあるんじゃないかと私は思っておりますが、道路も別に混雑 しておりませんでしたしね、会場の中もそんなに混雑してなかったわけです。皆さんに十分ゆっくり楽しんでいただけたはずなんですけども、情報として必ずしも正確な情報が伝わらなかったような気がして、それは私はちょっと残念に思っております。心配された人でも5月の連休に入ると入場者数が20万を超える日も記録されるようになりました。スリランカ館の人気者、この赤ちゃん像はね、ただいま名前を募集中、パビリオンを訪れた人たちが用紙に思い思いの名前を書いて投票したんですけれども、さてどんな名前がついたでしょうね。各国のコンパニオンの方たちですね、美しい方が多かったですが、全部で何人ぐらいいらっしゃったんでしたっけ。はい、外国館の約300人をはじめ、全部でおよそ2000人の美女軍団です。この連休は子どもの日をピークに、会場には子どもたちがどっと繰り出しました。やっぱりね、小さな子どもたちにとって、とっても興味深い、面白いっていうのは、自分で手を触れて一緒に遊べるものだったみたいですね。子ども広場です。子どもがたくさんやってくれば増えるのは、そう、迷子です。そしてこの迷子センターはさすがに科学万博、迷子探しにも光通信を使ったニューメディアが登場。でもね、松平さん、はい、ここの子どもたちとっても迷子とは思えません。元気いっぱいなんですよ。今日はどれぐらいの間子どもたちを相手してるんですか。私まだ変わったばかりですから1時間ぐらいですけど、もう疲れちゃって1時間で。君たちさ、本当に迷子なのか。迷子、本当に迷子だけど、とっても楽しい。なんで楽しいの。あのお姉ちゃんたちが遊んでくれるので面白いです。本当にね、君たち本当に迷子かという声がありましたけれども、本当楽しそうな迷子たちですね。今日は誰と来たの。 お父さんと母さん。ああ、早く会いたいね。うん、ここで遊ぶの楽しい。うん、楽しい。やはり科学万博は21世紀を担う子どもたちが主役。5月19日、地球上空の3つの通信衛星を使って世界5カ国の子どもたちの交流が行われました。この催しの中で子どもたちが特に喜んだのはね、電波が一瞬にして世界を駆け巡るといいますが、実際には宇宙空間の衛星を通すとたどり着くまでに意外に時間がかかるという実験でした。カナダからこの筑波会場は往復 1.2 秒という時間がかかります。そのことを皆様に確かめていただきたいと思います。おーい、おーい、ということです。さあ、子どもたちにも確かめてもらいましょう。はい、子どもたち入って。はい、子どもたち入って。いいですか。はい、皆さんにご挨拶、こんにちは。こんにちは。後ろを向いてカナダに向かって1,2,3 でジャンプをして大きな声で叫んでくださいね。 1,2,3 1.2 秒の差、もう一度やろう。面白いね。 1,2,3 大成功。
はい、こちらは夜の会場です。この夜の会場でひときわ目を引いたのがこの高さ25メートル横40メートルのジャンボトロン画面です。このジャンボトロンの画面もよく見ますとですね、光が切れている部分があります。この黒い部分ですがね、要するに玉切れなんですね。このジャンボトロンは何せ家庭用テレビの1万個分の大きさですから、1日1個の割でこうした部分が見つかるんですね。それを毎日直す方もいらっしゃいました。大変ですね。だいたい何日間ぐらい上がられたんですか。上がった日数としましては180日ぐらいになりますね。ほとんど全期間毎日上がってるということですか。そういうことです。この作業は会場が閉まる夜9時から開会の朝9時までの文字通りの裏方作業でありました。さあ、裏方さんといえばですね、会場に不案内な外国の人たちを案内する警察官の方もご苦労様でした。In English? Yes. Is it any Russia exhibition here? USSR?Lots of for probably see for some American, for Italian, for English, every which all over the world is over here. But I didn't see anything about for Russia. Russia. Yeah. Russia pavilion. Right. This row. This row. Yeah. Yeah. And if you what number? Give me the this one. Yes. What number? This. Yeah. Yes, Mitsubishi. Oh.We are here now. This street. This is street. Uh-huh. Yes. Ocean Pavilion is here. Number 5. Yes. Yes. The turn right. Okay. Thank you very much. You are welcome. Have a nice day. Thank you. Goodbye. Hello. 科学万博を訪れた外国人の数はおよそ100万人です。で、こうした通訳警察官は全部で6人なんですね。ご苦労様でした。こうした100万人の外国人のうちですね、アジアからたくさんの人たちがやってきたところに今回の特徴がありました。そうですね、やはり日本のこのハイテク技術に対するアジアの人たちのお関心の高さを示しているんだろうと思います。天皇陛下も科学万博には大変興味を示され、2度にわたって筑波会場にお出かけになりました。陛下は磁気を使って浮上して走る新時代の交通システム HSST の説明にも熱心に耳を傾けられ、実際にご乗車なさいました。この科学万博の入場者予測数は2000万人でした。その折り返し点の1000万人目に入場者数が達したのが6月26日。前半思うような人手がなくてやきもきしていた博覧会協会には嬉しいニュースでした。ごめんなさい、今の感想一言言って。とにかくびっくりいたしました。嬉しいですか。そうですね、びっくりの方が先ですね。ご主人も、ちょっとびっくりしました。何かわかる？まあ、ただただ1000万人目なんだって。ちょっと無理だかもしれないな。わかんない。さあ、しかしこの1000万人到達のお祝いもその後の人出に対する弾みとはなりませんでした。で、こうした状況に慌てたのが会場内にある400の食堂やお土産屋さんの経営者たちです。何せこの方たちは開幕前は2000万人どころか3000万人にも上るんじゃないかと期待してたんですね。ずいぶん深刻なお店も出たようですけど、中にはね、1日3000円ぐらいの売り上げしかない、そんなレストランも出てきたそうですよ。大変ですね。まあ10組入れば
まあ、入ったなんて言って喜んでるぐらいですから、まあ、実際私も、まあ、レストラン会場内で何点かその見てますけど、私なんか責任取って首詰めもんですな。お客さん全然入ってないですよ。ご商売は大丈夫大丈夫大丈夫じゃないですよ。商売になんないですよ。商売じゃないですよ。金額だって本当学園祭かなんかでやってるような感じですから、売り上げなんか。メニューを見るとね、結構な値段なんですよね。だからこうやってお弁当を持ち込む人もずいぶん目立ちました。さっきちらっと見たんですよね。でも2000円くだらないのがだいたい、それ高いだから、高いんだなとか思いました。なかなか売り上げが伸びないお店の中には、会場の通路にまでワゴン販売車を出しましてね、お客さんを確保しようとするところも出てきました。安全を守るために、そして撤去を求める協会と店が対立する場面も生まれました。こちらの要求に応じないわけでございます。2時10分までに今外に出しておられるワゴンをこの辺りまで戻してください。命令に近くなるかもわかりませんね。あと5分か、ちょっと待ってくんないから。2時半まで。2時半、上層部とちょっと相談します。2時半にしましょう。こういう命令が来たと、ね、警告をします。この様なんだよ。昨日は18万人、今日はあんたは7万9000人だろ。商いができるようにただでやらせてんじゃねえだろ。俺だって金払ってんだよ。そしたらもっと客呼べよ。ダメだおい、聞いてねえよ。客を呼んでからの話にする。ナースが課長、下見てんの一目が。少なくとも10万人、20万人の人間を呼んで話聞きなよな。その上で俺がこういう無駄なことをやったんなら俺は責任取るよ。7月半ば、会期も残すところ2ヶ月の時点で、入場者数が伸びない対策として協会は全国に科学万博 PR のキャラバン部隊を送り出すことにしました。大変評判がよくって、毎日数多くのお客様においでいただいておりますが、ここでもう一踏ん張りをして、特に今回は関西方面に重点を置いてですね、関西からできるだけたくさんのお客様をおいでいただこうということで、大キャンペーンを皆様方にやっていただくと。皆様方の魅力ある姿を見れば関西の人はぜひ行きたいと、まあ、こう思っていただけると思います。どうぞ頑張って行ってください。この大キャンペーン部隊を送り出したところ、全国9カ所でした、はい、北から行きますとね、札幌、仙台、新潟、富山、金沢、静岡、名古屋、広島、福岡、この9カ所だったんですね。今回のこの科学万博は関西方面から西のお客さんが少なかったというふうに言われていますね。どうしたんですかね。15年前のね、はい、あの大阪の万国博の時には全国くまなくね、お客さんが集めましたけど、そこが大きく今回異なると思いました、はい、コンパニオンの方たちも大変ですね。会場の中だけでも大変なのに、こうやって、科学万博の顔としてのお仕事をしてらしたんですね。ですね。ここは静岡ですよね、はい、本当こうやって必死にキャンペーンをしていたんです、会場内でもとっても辛抱強くて笑顔を絶やさずに、コンパニオンの方たちも本当けなげで、ご苦労様です。ここは東京の銀座ですけどね、銀座ではね、無料入場券の抽選まで行いましてね、首都圏のお客さんの最後の掘り起こしに懸命でした。プラザですね、はい、大きなホールでね、連日、お客様がいらっしゃいましたけども、
シンクのドレス、山内さんです。今日皆様にご紹介する国はインドネシア共和国です。私が司会いたしましたのはThis is my countryという通算約50カ国を紹介するイベントでした。この企画は今回筑波に来ていない24カ国もその国の文化や自然などを映した映像、そして民族芸能などでこの科学万博に参加してもらうというのが大きな狙いだったんです。インドネシアのこの楽器は何て言うんですか。これはアンクルンという竹でできてるんですが、一音階を一つの一人が持ってる楽器で、なかなか複雑な音楽も演奏できるんですよ。ずいぶん昔から伝わるものなんですけども、こうした中にもこう人間の技とか知恵っていったものを忍ぶことができると思います。このエキスポプラザでは他にもいろいろな催しが行われましたけれども、世界芸能民族芸能祭というのもありまして、これはアメリカのテネシーから少年少女のタップダンスのグループがやってきたところです。可愛いですね。アメリカの国ぶりがよく現れてますね。半年の会期中、協会主催で行われたこうした外国からのイベントでの参加、全部で264にも上りました。日本の企業館の派手な展示物の陰に隠れて、外国館はちょっと目立たなかったようなんですけれども、まあ、それぞれにお国ぶりを生かした展示でなかなか好評でしたね。過去へはソーブシェフペチャトリーニエエキスポ85Ну, надо сказать, что, в общем, впечатление от выставки Экспо 85 очень хорошее. Выставка очень хорошо организована, очень в красивом месте, очень красивые павильоны. Много стран участвует в этой выставке. И большое количество японских фирм очень интересную экспозицию показывает. Поэтому общее впечатление очень хорошее, тем более, что эту выставку посетили больше 16 миллионов человек. Поэтому это говорит о том, что вообще все очень высоко оценивают и очень интересуются этой выставкой. 一方、アジア各国の出展はハイテクの技術とはちょっと一味違ったところで、あの生活感や、ね、伝統に根ざした展示を見せてくれました。 How do guests feel about your pavilion? Well, most of the guests, visitors in my pavilion is really very much impressed because in other pavilions they have seenSo many things of science and technology, but as my pavilion is concentrating on peace, so we have our various exhibits which is emphasizing the theme of peace. So people feel very relaxed here, and they have some message from Lord Buddha and our king to have some impression of peace, and I think they have really been
very much impressed by our pavilion. 北アフリカのチュニジア、日本で行われる博覧会には初めての参加だったんです。 How do you think this exposition had succeeded or not? Yeah, I think it's the exposition had had a really great success, especially for different countries. For example, for Tunisia, I think from now on there will be so many Japanese that will come to Tunisia. I mean, especially when they came to see the Tunisian exposition here in the expo, they knew a lot about it. And comparing with before the expo, when I mean almost the great percentage of Japanese didn't know anything about Tunisia, they didn't even know where it is situated on the map, on the world map. 今回のこの科学万博はこの帝政庁下で行われましてですね、財界の有力者からですね、これはこういう時勢であるから少し延期しろと、こういう声が出たんです。それで我々は早速その知事の依頼によりまして、伊深さんと一緒に土光さんにお願いに行ったところが、あの行革の親分の土光さんがね、これやろうじゃないかということを思って即決してくれたわけです。この科学万博を通して日本のそのハイテク技術というものですね、世界に深く認識されたというふうにお感じでいらっしゃいますか？それはね、大変なもんだと思うんです。でこれあの46カ国、37国際機関が出展しております。それで、まあ、主な国は全部ナショナルデイトもやりました。でそのためにまあ私ども出てまいりましたわけですが、そのナショナルデイには各国の首脳、元首、大統領、またその代理、また随員がたくさん見えております。そういう人たちが全部まあ見たわけですね。そういうことで、非常にその国際的に日本の科学技術の水準を認識したと。でその、まあ、その証拠にはですね、方々からですね、あのロボットとかああいう出展物を買いたいという引き合いがたくさんございます。こういう意味でもですね、現実非常に日本の技術を高く買ったと認識させたと、こういうことを言えると思います。こちらは筑波研究学園都市にあるもう一つの博覧会会場です。皆様、本日は筑波エキスポセンターコズミックホールにようこそお越しくださいました。この世界最大のプラネタリウムでは、博覧会期間中 NHK のハイビジョンの画面をね、スクリーンに映し出したんです。鮮明な映像の未来のテレビを多くの人々に楽しんでもらいました。幽霊船か。ここからだと僕らの銀河系は光の点にも見えない。フルートにしたら一休みしましょう。オッケー。うん、確かにいい船だ。なんだお前は。こちらは去年の10月の3日にごく普通の一粒の種をまきまして、今日現在これだけ育ちました1本のトマトの切れ物。このハイテクトマト、1本の木から万博期間中に1万個ものトマトが実りました。水気孔栽培と呼ばれるこの技術は、土を使わず肥料を溶かした水を直接植物の根に吸わせて成長させるんですよ。1本の木ですよね。そして注目される技術というのは、たちまち利用され始めるものなんですね。この六本木のお店では、科学万博の会場と同じハイテクトマトがもう置いてあります。ああ、実がなってますね。ええ、これお客さん自由に食べていいんですか？もちろんそうなんです。プチトマトなんですけれどもね、実は6ヶ月前から観葉植物として、つまりお店の飾りとして栽培を始めたそうなんですけれども、窓際に置いてあるこのトマト、こうやってもいで食べてもいいので、
今では窓際に座りたいというお客さんがいっぱいなんだそうですあとプチトマトですからね、ちっちゃいですね、うん、結構おいしくて甘いプチトマトですね。はい、うちの方でもたくさんなのでびっくりしてるんですよ。お客様にどんどん食べていただいてるんですけれども、まあ、次から次へとなりまして、非常に好評を得ています。はい、松平さん、はい、エレクトロニクスや情報システムの発展っていうのは今の車社会を随分変えてしまうんじゃないでしょうか。今車の中だったんですね、これ、だってね、マイカーを運転しながら今自分の車がどこを走っているかっていう位置を知ったり、それから空いている道路がどこかっていうことを、まあ、選ぶこともね、可能になるって。車の中と思えませんね、この装置は。それはあんまり遠い将来じゃないような気がしますね。実はこうした未来を先取りした車がつくばの街をすでに走っています。これはある大手のデパートが宅配便に利用している車なんですけれども、電波を受信して今、まあ、車がどこ走っているかということをちゃんと分かります。そしてお客さんの家を示す拡大地図もこうして立ちどころにブランカーに映し出されるという仕組みなんです。まあ、さっきのトマト同様、人々が注目した技術というのは本当にすぐ利用されるもんですね。そうですね。いや、今年の夏は暑かったですね、はい、この日陰があまりありませんから科学万博会場は、その暑さはもう相当なもんでありました。開会式の時はね、ほとんどその吐く息が白かったかと思うとね、感慨ひとしおでした。本当ですね。スリランカの赤ちゃんゾウさん、名前を募集していましたけれども、スリランカの国名の一部を取ってランカちゃんと決まりました。随分大きくなりましたね、さっき映ったゾウさんでしょ。あれそうですね、お盆の休みにね、人出はこの夏最高の25万人に達しましてね、照りつける太陽の中、ご覧のように人気パビリオンには長蛇の列であります。流れる汗にじっと我慢の万博見物です。人気パビリオンはそのお客さんを引きつけるいろんな工夫がしてあるんですね、ちょっとそれ覗いてみることにします。ターゲットがあったらボタンを押して目的を破壊せよ。発射ボタンはあなたの画面の横にある。これはね、一種のコンピューターゲームみたいになってましてね、見るだけじゃなくて、このパビリオンを訪れた人たちはその参加する楽しみも持ったね、そういう映像でしたね。なるほどね。言ってみれば大きなテレビゲームとあいう趣でした。残念ながら処分の選択は誤りだった。この大きな映写機なんですがね、この大きな映写機がこのパビリオンの映像の人気の秘密だったんですね。この映写機は日本に3台しかない、カナダ製の映写機なんです。これは片方がこう青と赤っていうね、片方こう色が変わっ違った眼鏡をね、こうかけてみますとね、画面からこう飛び出てくるんですよ。立体画像っていうのですね。その迫力は本当圧倒されましたよ。そうですね、会場の中の空間が一変しましてね、目の前にふとこういう、いろんな分子だとかが浮かんでるっていう、まあ画面だって分かっててもつい手を出してしまったり、目の前から払いってしまいたくなったりしましたね。大変な迫力でした。この映写機はね、70ミリ幅のフィルムをね、1分間に100メートルの速さで、しかも魚眼レンズで映し出すんです。海の中では生命誕生の瞬間が刻々と近づいています。窒素や炭素などの原子が結びつき、アミノ酸や糖、リン酸などが生まれています。
このパビリオンの映像も本当に心に残る映像の一つだったですね。地球が人間だけのものじゃないっていうメッセージでしたね。ある暖かい春の日、鳥たちは北へ向かう。星や太陽や風に導かれて飛ぶ。一日に1500キロも飛び続ける。どうやって撮ったんだという問い合わせがとても多かったんですね、はい、安定したとても美しい画面でした、ね、あのね、これ空からはね、はい、あのモーターグライダーで撮ったんですね。水面は船で撮ったんですけどもね、あの撮影チームが2年かけて撮ったとですね、人間が親鳥の代わりにこの卵からヒナに返してね育てることから撮影が始まったって言うんですね。でこの鳥たちというのは最初に見たものを親だと思うんですね。ですから完全にもう人間と思わずに自分の親だと思っていた。撮影後この鳥との別れがとっても辛かったというふうに皆さんがおっしゃったそうですけども、わかりますね。お盆を過ぎると入場者の数はねまた落ち込んだんですね、はい、目標の2000万人達成危ないんじゃないかという声が出ました。そして地元でも思惑が大きく外れたことからね、科学万博運営に対する批判の声がね大きくなってきました、で地元筑波の様子をですね豊田記者に伝えてもらいます。今度の科学万博は開幕早々から華やかなイメージを損なうようなことが相次いで起きました。万博を当て込んだ会場周辺の業者の見込み違いがその一つです。会場周辺に1日最高8万人が宿泊するという強気の予想で建てられたホテルは、東京や近くの観光地にとんぼ返りする団体バスの影響で空き室状態が続き、倒産騒ぎが起きました。倒産はホテルや販売業者など合わせて10件に上りました。今度の科学万博についてですね、地元経済の立場からどのように評価されますか？そうですね、万博を成功か失敗かという点で考えれば失敗ですね。完全な失敗です。それはまたどういう考えの考え方ですか？これはね、協会自体もね、大きなその万博に対する見込み違いがあったと思うんですね。少なくても3000万人は来るだろうと、これがまあ地元の大きなやはり期待だったですね。最低限3000万来ると、そういう想定の中でそれぞれがいろいろな立場で博覧会に対応していった、まあ、一面ある私の友人などは、まあ、数億をかけて商品開発をしたと。現実は全然売れてない、まあ、1割も回収できない状態ですね。ですから我々の見込み違いもあったと思うんですよ。それと博覧会というものがやはり協会の人も我々もまあ間違っていたんじゃないかと思うのは、この会場においでになってくれるお客様は観光客でもなければ買い物のお客さんでもないということですね。目的はパビリオンであったと。でこの辺をもう少し我々も勉強しておけばこういう結果は生まれなかったと思うんですが。駐車場いかがですか？観客のおよそ半分がマイカーとバスを利用し、残り半分が列車を使うだろうという予測が大幅に崩れました。会期の前半、観客はほとんど団体バスを使ったため、民間のマイカー駐車場の中には倒産寸前にまで追い込まれたところもありました。列車を利用する観客が全体のわずか 10% という予想外の数字は、常磐線の万博中央駅と会場を結ぶ連結バスの運営上、大幅な赤字を出す結果となりました。道路や施設は
総額6000億円以上をかけて建設しました。国がこれほどの力を入れた理由の一つは、筑波研究学園都市に民間活力を導入する狙いもありました。その意味で今度の科学万博は官民合同の研究団地誕生のいわば前夜祭として開かれたものといえます。当初の我々の考え通りね、だいたい博覧会もうまくいきまして、そして茨城県にとってもまあ大きなメリットだったと思いますね。東京から遠い草深い田舎だというイメージがね、県外の人が持ってたと思うんですが、それが一変したということ、それからもう一つはやっぱり外国の人が大勢来てですね、まあ直接間接外国の人と交流する機会がですね大変開けた、また世界中の人がね筑波茨城ということを知ってくれたわけですね。国内の人はもちろんですけど、まあ、そういうことがまあ非常に大きな効果だと思います。万博が終わり、跡地は民間の先端技術の工業団地として生まれ変わります。こうした工業団地の建設には国際的な協力も重要で、その意味でこの科学万博が筑波の名前を世界に印象付けたことは、新しい研究センターの実現に弾みをつけたと言えそうです。日本万国博覧会の小型っていう印象を語られる方が多いんですね。で、実際その15年前の万国博覧会に出ていたものが今回も出ているという印象がある。その裏方の技術、例えばコンピューターであるとか光ファイバーであるとか、それは非常に進んでいたけれども、出し物としての違いがそれほど鮮明でなかった、まあ、こういうところがね問題点だろうと思うんです。でどうしてそういうことが起こったかというと、やはりこの博覧会を繰り返してくるにつれて、だんだんねその緊張感がほぐれるといいますかね、そのもう博覧会はこうするもんだというようなね、一つのまあコンセプトというか、そういうものができてしまった。日本万国博覧会や沖縄海洋博の時のようにね、どうするものが博覧会かという議論が延々と繰り返してね、そして新しい創造をしていこうというよりも、むしろこう慣れた手つきというか慣れた技術というか、そういうものが先行したという感じが多少あるんじゃないかという気がしますね。まあ、一応いい博覧会とは簡単には言えますね。やっぱりこういう博覧会やってるといつもいくらかの問題点は出てきますけど、今回は特に最近の博覧会に比べるとまずスケールが大きかった。それでスケールが大きくなるとやっぱり問題も大きくなるんじゃないかっていう感じなんですけど、でもそんなに大した問題っていうのは なくてよかったと思いますね。成功で僕は大成功だったと思いますけれど、それはね、まあ、この科学万博がどういったことを狙ったかって、そういうことにも関係するわけです。まあ、非常に日本のハイテクの最前線知ってもらおうってなことを狙ったか、それももちろん狙いだったと思いますけど、主な目的はね、子どもとかご婦人とか今まで科学とか技術もう聞いただけでも嫌だと嫌な人たちに科学や技術の面白さを知ってもらうということを大きい狙いとしたと思うんです。そういう意味ではね、結果から見ますと子どもそれからご婦人余計いらしまして、だいたい初期の人数も入ったようですし、そういう意味だと僕は科学技術の面白さ知ってもらった、だから入門ってことになりましょうけれど、そういう意味では大変な成功だったと思うんですが、科学万博のような大きなイベントになりますとね、こうした機会にこの人生の門出を飾ろうと思う人が必ず現れるものでありましたね。私はいつどこでこうしたカップルが現れるのかと実は密かに期待をしてたんですが、やはりありまして、まずこの世界最大エキスポ85を記念して高さ85メートルの大観覧車の中での結婚式であります。お二人にとって思い出に残ることでしょう ですね。さらに今度はいかにも科学万博らしくロボットが仲人の結婚式であります。男プラス女イコール愛、ここに二人の旅立ちを祝う和やかなご家庭をお気づきください。
そしてもう一人、科学万博会場で人生最高の瞬間を迎えた人がいます。この人です。ミス・ベネズエラ。Tsukuba, la palabra Tsukuba y Japón. Me siento muy feliz realmente. そしてこの日9月15日、2つの嬉しい記録が誕生しました。それは33万人を超す1日最高の人出。そして、はい、待ちに待った2000万人達成です。国際科学技術博覧会は本日幕を閉じることになりました。参加の各国、各国際機関をはじめ内外関係者の多大な協力のもとに各種の行事を滞りなく終え、この日を迎えたことは誠に喜びに堪えません。いよいよ最後の夜です。会場内ではね、今0時32分ちょっと過ぎたところですが、この時間でもコンパニオンや売店の人などね、およそ2000人近い関係者がまだ名残を惜しんでいるという情報がね、今入ってきました。万博を訪れた人のうち15歳以下の子どもは全体の 24%、 その数はまあざっと500万人です。科学の中に未来の夢を探ろうとした今回の試み、10年後20年後に若い彼らが新しい時代をどう築いていくのか。科学の祭典のこのフィナーレは実は21世紀を担う若い彼らの出発点です。